お堀は最大、90メートル。で、昨日見たクバシピンでしょ、うん、同じなんですよ、うん、こういう感じでしょ、わかります？これお堀です、うん、これお堀これ真ん中、うん、で塔一つだけ、その後はこれであるのね、この塔があるんです、うん、これね、これあるんです。だからこの辺りにはこのレンガの再現していくんです。レンガの塔が見れるのね。これから皆さんが上上がると、下から回ってみると8塔があるということなんです。うん、そういうカンボジアね。だから先のエレキチンのが北の方だから流れていく。でもこの陣が東に向いて建てられているということです。で、本当富士は奥の方なんですよね。900メートルだから。で、この中心から450。中心から450ということですね。そう、真ん中あるでしょ。ここ真ん中のはここからまでは400。ここは400。900メートルだから。ね、これは600メートル。中心としてね。で、このお堀は最大きくするとアンコールワットのお堀最大200メートルであるというね、こう90メートル。だから技術を自分がね、真似て貢献してね、前の時代のこういう姿を基づいて、この神様の世界を作っていこうという計画があるだろうと。だから最近は発見させた記録があるんです。これに基づいてやりなさいっていう言葉がある。だからアンコール王城が作る王様ジェヤバラマン2世という王が多分こう計画があっただろう。だから次々から王様がこれを使って、ね、この政治がね、宗教政治をやって、国を作っていくというのが、ね、はい、行きましょう。ん？つかない。Thank you.